マイル JK チャンネル。こんにちは、こんにちは、ジャパンとコリアで JK スマイル JK です。はい、今日は何をしますか？料理です。料理、辛ラーメンの料理です。はい、なんか今日は、まあ、韓国とか、まあ、日本でもネット上で流行ったという、はい、そのあの辛ラーメンの美味しい食べ方、はい、炒め辛ラーメンを作ろうと思います。食べたことない、はい、教えてください。ぜひぜひ教えますので、はい、これをやったらぜひ皆さんも、はい、あの普通の辛ラーメンも美味しいんですけど、はい、スープなし辛ラーメンなのでまた違うお味が期待できるので、わお、ぜひやってみましょう。はい、じゃあ早速ゴー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 。はい、あのキッチンに移動しました。すぐ隣なんですけど一応移動しました、はい、はい、じゃあまず準備するものは、はい、じゃん、ラーメン、みんな大好き辛ラーメン、はい、そして、はい、まあ、ここには用意されてないんですけど、はい、卵とネギとお砂糖、はい、そしてチーズ、はい、が必要だそうです。ごま油も入れると美味しいよ。はい、わかりました、はい、じゃあ作ります。はい、スマイル JK チャンネル。はい、あのこれから作りますが、お願いします。なんとあかねちゃんのお家にはフライパンがございません。本当はフライパンにお水を入れてお湯を沸かすんですけど、はい、鍋でいきます。わかりました。普段の辛ラーメンよりは半分ぐらいお水を少なめにするんです。わかりました。ただこれ問題がもう一個ありまして、はい、普通はそのガスでやるじゃんか。そうです、ね。IH みたいな。めちゃくちゃ時間がかかりそうな予感しかします。マジですか？はい、やだ。あと、言っていいですか？はい。さすがにガスがないから、火が直接来ないからって言って、はい、未だにここに。パブロンって何ですか？何をやってるんですか？置いてはいけません、皆さん。はい、それではまず辛ラーメンを用意します。はい、はい、あ、ちょっと半分ぐらい割った方がやっぱりいいです、はい、いつも割りますね、韓国麺って。韓国麺は割った方が食べやすい、はい、うん、あ、じゃあまずはこれを入れますね。はい、火薬を、はい、火薬こちらに入れておきます。はい、沸いてきたらね、出ておいていいと思います。はい、あかりちゃん普段辛ラーメンはどれぐらい食べてますか？あ、全然食べてないです。他のやつ、あ、他の麺にハマってますもんね、はい、ビビン麺とか。そうです。何が一番好き？韓国の麺で。え、ビビン麺ですかね。やっぱそうか。カムジャ麺もハマりました、ね、あ、確かに、はい、ビビン麺は美味しいね。はい、はい、お、沸いてきました。はい、はい、全然もう入れていいですね。はい、もう入れていいですね、はい、全然辛ラーメンと関係ないトークをしてましたが、はい、はい、入れました。はい、入れてください。入れて、意外とお湯が多いのかもしれない。ちょっと、え、これでも多いんですね。多いですね、はい、なんかほぐしながらちょっと様子を見ますね、はいはい、でもこの状態だとちょっと一気にはほぐせないかもなんで、はい、こういう風にお湯に浸かる麺を、あ、増やしながらほぐしていきますね。ある程度ほぐしてきてなら、はい、ほぐしたなら、はい、もうある程度、はい、ほぐれました、はい、ほぐれてます。ここに卵を入れます。はい、卵入れる前にスープ入れるか、マッツスープとあと砂糖。はい、粉末スープは、はい、全部入れるとあのお湯の量が少ないのでしょっぱくなります、はい、なのでお好みに合わせて、はい、ちょっとある程度残しておきます。はい、わかりました。ね、混ぜ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 、まあだいたい1スープンぐらい、多いかもしれない、ちょっと減らしてください。戻します。はい、はい、砂糖を入れて混ぜます、はい、混ぜ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 、砂糖を入れるとちょっと甘みが出て、はい、さらに美味しいので、はい、はい、それで卵、
じゃじゃーん、はい、卵です。はい、2つ作る場合は、はい、卵も2つ入れましょう。はい、卵が、はい、こうやってあいい感じです。混ぜずにこの状態で、はい、あチーズも1枚、はい、チーズ2枚ほど入れましょう。はい、まあ、今モッツァレラチーズを使ってますが、とろけるチーズ、はい、チェダーチーズでも美味しいです。わかりました。私ずっとわかりましたって言ってますけど、今後作るんですかね。私は作ってください。今後あの、はい、自分の YouTube で作って載せて、そうですね。こうやって、ま、ぜひ作りたいです。ぜひ作ってほしいと思います。これで最後の仕上げとして、はい、ネギ、ネギをたっぷり、はい、こんぐらい入れますかね。どうですか。いいですね。いい感じにネギを入れたので、はい、あとはちょっと弱火にして、はい、蓋をしておきます。だからこの蓋洗った方がいいですね。すいません、蓋を使わなすぎてどんどん使ってないよこれが。あの気づかなくて、今見たらあらこの蓋は大丈夫かってずっとここに立てかけてあったね。まあまあまあ、でも味は美味しいはずなので、はいはい、皆さん真似しないでください。真似しないでください。どうでしょう。はいはい、じゃあなんかできて、出来上がってきました。できてはないんですね。できて、まあまあでも余熱でいけるんじゃないかっていうところまでは来たんじゃないですか。こんぐらいだったらもう食べられます。はい、見てください。じゃじゃーん、いかがでしょうか。チーズも溶けて、そう卵もちょっと白くなってきましたね。はい、いい感じに。これぐらいでも全然混ぜながら楽しめるので、はい、はい、これでやっと食べれる。完成。スマイル JK チャンネル、はい、はい、では完成しました。イエーイ、やったただ、はい、一つ言っていいですか。はい、私があの先ほどごま油を入れるタイミングを忘れました。はい、本当はまあ砂糖入れた後ぐらいで入れてもいいんですけど、まあちょっとごま油を今かけときます。なのであかりちゃん入れてください。え、どのぐらいですか。まあ、一回りぐらいでいいです。軽く、はい、そんな感じでこれを混ぜて食べます。はい、美味しそう。美味しそう。いいですね。いいですね。それではちょっと混ぜてからいただきます。はい、その先ほどそのごま油をかけたので、あと卵もちょっと混ぜます。おお、美味しそう。おー、ちょうどいい、ちょうどいい固まり具合。はい、いただきます。食べましょう。食べます。まあごま油を先に入れてたらこうやって混ぜなくてもいいです。わかりました。はい、もう、混ぜなくてそのまま取って食べても全然美味しいので。めっちゃチーズ伸びてて、はい、美味しそうですね。美味しそう。うわー、いただきます。マイルドだよね。はい、だから辛いものが苦手な方でもピリ辛ですけど全然いけると思います。うん、なんか味はめちゃくちゃあるのに辛みが抑えられてる。そうめっちゃいい。うん、やっぱチーズのところが超美味しい。はい、結構タンパク質も取れる感じするよね。はい、なんか結構簡単なラーメン料理としてめっちゃいいと思います。はい、できそう今度。この動画見ながら作ります。さっきまでめっちゃお腹空いてたから、めちゃくちゃ満足してます。うん、超美味しい。
じゃあ皆さんぜひよかったらお家で作ってみてくださいね。作ってみてください。ではチャンネル登録高評価お願いします。アンニョーン。